できた経緯なども教えられまして、広島を盛り上げられたらと思うと、そうコメントを残しています。そして今日の始球式は広島出身のアーティスト吉川晃司さんです。吉川さん自身被爆2世、両親や親戚の方に8月6日の話はいっぱい聞かされたんだそうです。で、修道高校時代は日本を代表する水球の選手で、水球投げだと120キロぐらい投げられたんだそうです。で、それから6ヶ月ぐらい必死に練習をして、下半身を使ったピッチングフォームにしたら、なぜか105キロから110キロぐらいの球速になったんだと本人は話していました。相当気合が入っています。いいボールが行きました。111キロが出ました。綺麗なフォームだったですね。そうですね、フォームも綺麗ですし、球筋もね、いい感じのストライクでしたから、はい、まあ、だけど110何キロ出るというのもすごいですよね。こういう投げ方の本当にプロのピッチャーがいそうな感じの投げ方でした。まあ、この今日の1球でしたけども、カープの練習前からかなりこのマウンドで、練習されてたみたいですからね。みたいですね。かなり気合が入ってたんだと思いますけども、なんか今やり終えた感が表情から伺えます。なお吉川晃司さんはこの試合5回終了時にスタンドではピースライン、原爆ドームの高さのところにこう赤いラインを作るんですけれども、その時にジョン・レノンのイマジンを歌うことになっています。